に。ニコのスマイルハートミックス。この番組はニコがお送りいたします。さあ、ニコはですね、歌を通して心の元気をテーマにイベントやライブ活動する愛媛県伊予市観光大使シンガーです。はい、いろんなね SNS 更新中でございます。ぜひフォローもお願いします。さあ、今日はですね、春、そしてもう夏に向けてテーマ春のイメチェンということでお届けしたいと思います。ね、ちょっとイメチェンするとさ、自分がね、なんかこう変われたような気がして、笑顔が増えたり元気になったりとか結構するんじゃないかななんて思ったりしてますということなので、ぜひこれね、なんかやってみてほしいなと思うのですよ。この2個になってからのイメチェンをしてくださったパーソナルコーディネーター土井ゆかりさんをお迎えして、この春夏に向けてのイメチェンのお話をね、たくさん聞きたいと思います。さあ、それではここで裏技をお届けいたします。今日はお菓子の食べかけの袋を閉じる裏技です。番組の最後にお届けいたしますので、ぜひ最後までお付き合いくださいませ。それではニコのスマイルハートミックス始まりです。生まれしことの葉枯れゆくことだま。さあ、早速素敵なゲストをお呼びしたいと思います。パーソナルコーディネーターの土井ゆかりさんです。こんにちは。こんにちは、はじめまして、土井ゆかりと申します。私はショップスタッフ歴の5年の経験と、宇和島での老舗料亭の若おかみ歴20年の経験を生かしまして、身のこなし方や服の着こなしまで、トータルでパーソナルをコーディネートさせていただいております、土井ゆかりと申します。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。若おかみ長い、しかも歴長いそうですよね実はそうなんです。うち宇和島の鯛めしってニコさんご存知ですか？もちろんもちろん。生で食べる鯛めしを商品化した宇和島鯛めしの元祖の店の娘なんです。やばいやん、そっちもめっちゃやばいやんそうなんです。私の母が2代目の若おかみをしておりまして、私はもう全くファッション業界に進むつもりで若おかみなんかしないよって言ってたんですけれども、なんだか知らないうちに気づいたら若おかみを20年やってましたすごすぎです。めっちゃ私魚好きなんですけど、鯛めしもめっちゃ大好きで食べたくなりましたぜひ宇和島の美味しい鯛めし召し上がってください。なんていうお店ですか？うちは今ね元帥っていうお店なんですけれども、残念なことにちょっとね、今松山に2店舗ある元帥はちょっと名前だけちょっと引き継がれまして、私どもの実家とはちょっと全く関係のないものになってますけれども、近いお味のものは、今でも提供しているかなとは思っています。わかりました。楽しみにちょっとまた行ってみます。さあ、今日はですね、私のイメチェン、みんなね、Facebook とかいろいろな SNS 見てくれて、顔も、名前も結構ファッションもこんしてくれたよって言ってイメチェンやってるところを今お手伝いしてもらってる土井ゆかりさんなんですけど、今日はですね、春らしいコーディネートだったりとか、ちょっとしたワンポイントで自分のスタイルと分かんないなって言われる方にも
いろいろアドバイスをもらおうじゃないかという企画でございます。さあ早速ですね、春らしいコーディネートになるワンポイントなどアドバイスもらえますか？はい、もうね、愛媛はもうそろそろもう夏に向かっていきますので、それほど春物っていうのはこれから選びにくいと思うんですけれども、まず2つおすすめがあります。1つはロングカーディガンで、もう1つは丈の長い、これ巻き下丈っていうんですけれども、それのワンピース、この2つがおすすめです。へえ、その、ワンピースなんですけど、そのどういう、こう選び方をすればいいとかありますか？そうですね、結構若い方はもう T シャツタイプのワンピースとかをよく流行りで選びがちですけれども、やっぱり年齢を重ねていった方には、1枚で T シャツのワンピースって着ると部屋着みたいになっちゃうと思いませんか？うん、だから結構ね、襟がついていたりちょっとデザインの入っている丈の長いものを着ることがまず一番簡単なおすすめ方法です。はい、で、なんかこうその丈を長いのなんですけど、その丈の長さとかそういった自分のものに合ったものを選ぶっていうコツとかもまたあるんですか？そうですね、先ほどももう一点申し上げたロングカーディガンとも同じなんですけれども、今まあロングカーディガンすごくもう定番化していますけれども、実はアップグレード毎年しています。その中でやはりワンピース、ロングカーディガン、どちらも丈が長ければ長いほどエレガントに見えることができます。といってもやっぱり身長の差は皆様それぞれですので、ご自分の身長に合った丈を選ぶことが必要になってきます。だいたいそうですね、ふくらはぎよりも下ぐらいを目安にしていただくといいかなと思います。それは結構こう自分らしいスタイルっていうのにも見つけ方とかそういったものも関わってくる、その丈の長さっていうのは。そうですね、やっぱり身長にやってバランスっていうのがすごく大事になってきますので、頭の先から靴までを合わせたものをやっぱりコーディネートするっていうことを言いますので、やっぱり自分に合ったものを客観的に見ることができるようになることがおしゃれになっていくポイントとなってきますので、まずは私がおすすめするのは自撮りを毎日しましょうっていうことになります。そうすると自分のそのコーディネートの問題点が写真を見ることで客観的に見ることができます。そしてだん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 写真を撮っていくことに、自分がどこが悪いのかなとか、ここちょっと直した方がいいのかなっていうことが気づくことができますね。はい、であとちょっとさっきのロングカーディガンなんですけれども、選ぶ時のコツもう一つあります。はい、丈じゃだけではなく V ネックの全部がボタンがついているロングカーディガンをおすすめします。ロングカーディガンっていうのは、そのボタンがついてるものっていうのは、そのなぜこうボタンがついてるものがいいんですか？それはね、着方が3通りできるからなんですね。やっぱりどんどんこれから暑くなっていくうちに、まず、冷房対策とかと羽織として1枚で羽織るっていう着方が一つあります。その時にはニコさんもにもおすすめしたように、ロングカーディガンの中を同一の色の系統でまとめることによって、羽織でシュッと縦長いこの形、シルエットができるので、まず一つ目はその形ができることがあります。でもう一つ目がトップスとして着るっていうのは、これはトップスっていうと上に着るものですけれども、ロングカーディガンのこのボタンを閉めてウエスト位置から下の開けて着ることによって、下に今流行りのワイドパンツだったりロングスカートを合わせることで、首元の V の形と下のラインが逆の V の形に開くことで、シルエットにメリハリがついてすごくおすすめです。あとやっぱり着るときに V ネックのこのネックの開きが深すぎて中に着る下着が見えてしまうと、それはちょっともったいないので、ちょっとここ試着したときにこの下着が見えてないか、そこを気にしていただくと選び方のポイントになってくるかと思います。ああ、そうですね、いろいろなんかこう自分のサイズだけでいいかなとか、なんかそういうことって思っちゃいますよね。で、試着するときとかもなんか気をつけることとかってあるんですか？それはね、本当
皆さんも気づいてないかと思うんですけれども、私ショップスタッフの時に気づいたことがあるんですよ。ニコさん、ショップさんで試着室から出た時に髪触っちゃったりとかしてませんか？してるかもしれません。羽織って動いてます？羽織って動く、羽織って動く、ちょっと分かりにくいかな。してないかも。まずね、自分で着た時に動きをつけながら360度回転してみてください。で、前から見た時、横から見た時、後ろから見た時のシルエットを必ず確認するようにしてください。前から見た時にこれあいけるわと思っても、結構後ろから見てくると自分のその体型がうまく隠せてなかったりとか、ちょっと横から見た時のシルエットがちょっと崩れてるなっていう時はやっぱり見直すことが必要なんですね。特に今はちょっとリラックスフィットっていうね、世界的にもそのオーバーサイズ、大きめのサイズのものがトレンドでもありますので、自分はもう普段 M サイズ着てるから M サイズでいいわと思わなくて、M サイズを着てるんであれば L サイズもしくは 2XL ぐらいも3パターンぐらいの試着をすることをお勧めします。そして腕まくりなり、襟抜きってこう後ろに襟を引っ張るんですね。そうすることによって自分の案外今まで自分のサイズにとらわれていたことが結構サイズを変えることによって似合ってくるものもあるんですよ。あとはね、今やっぱりジェンダーレスっていう、男女の差区別がないっていうこともお洋服のトレンドになっていますので、結構ねメンズのものとかもちょっと覗いてみるのもおすすめだと思います。ああそうなんですね。結構その男性の服を見ようっていう意識ってないと思うんですよね。ちょっと新感覚ですねそれ。はい、そうですよね。やっぱり男性のものっていうのなかなかいかないと思うんですけれども、トップス、上に着るものであれば男性のものもどんどんいいものがあるのでおすすめします。結構ね某ユニクロさんで私がショッピングさせていただいた方におすすめしたのは、あえてメンズのプルパーカーでシンプルなこの紐もないポケットもないものはメンズにあったので、メンズのしかもピンク、男性だとピンクってあんまり選ばないと思うんですけれども、結構ね年齢を重ねた女性にはすごくいい色合いのピンクとかが男性のところにあったりするんですよ。だからサイズ展開も豊富にありますので、結構ね男性のものとかもちょっと見てみる価値はあると思いますよ。わかりました。いろいろなんかね自分に見合ったスタイルを探していきたいですね。で結構その男性の、今男性の話がねちょっと出たんですけど、その男性が例えばちょっとファッションね変えていこうかとか、イメチェンとかなんかそういうのでアドバイスってありますか？ただ一つだけですね、姿見買ってください。姿はい、見ましょう。私を見つめる。はい。ということで、いろいろね、お話伺ったんですが、ここで一曲、ニコの曲をお届けしながら、曲の後はですね、皆さん悩んでらっしゃる方多いと思います。服の断捨離ということで、その断捨離したい服を選ぶ基準とかね、ちょっとアドバイスをもらいたいと思います。さあそれではニコの曲でスグル日お届けします。命の呼吸、この鎖にいつから囚われてた、遠くで名前を呼ぶ声がする。 Follow your heart, free yourself、 心の声のままに自分を信じて、魔法の言葉は大
私の中の見えない強さ探しながら、ふとした瞬間心に悪魔がすさんだ記憶消し去りたいの、景色の色が消え去ってく前に自分の胸に向けられていた刃は闇を裂くためにある、あなたが教えてくれたあの日から、この曲でスグル日お届けしてます。ぜひこちらのラジバリ曲にもリクエストよろしくお願いいたします。さあ、今日はですね、パーソナルコーディネーター土井ゆかりさんにいろんなファッションのことお勉強させてもらっております。服を断捨離できない方ぜひ聞いてもらいたい、そして実践してもらいたいということでね、服選びの基準とかアドバイスとかもらいたいと思います。さあ引き続きコーディネーターのゆかりさんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。早速断捨離の、もう私できない、まあ私も同じなんですけどね、できないって言われる方もいらっしゃると思いますので、ぜひ断捨離できるコツと言ったらいいのかわからないですけど教えてください。はい、それはやっぱり今っぽさっていうのが大事になってくると思います。今っぽさ、いかがですかニコさん、パーカーとかデニムとかって結構昔のものとか着てません？あ、着てるかも。昔のパーカーと、例えば5年前のパーカーと今のパーカー、5年前のデニムと今のデニム全然変わってますよ。マジ？私には全然その違いを全然わかりません。パーカーはね、まあ、特に先ほども申しましたけれども、やっぱりトレンド的に大きめのサイズがトレンドになってきているので、結構皆さんパーカーってジップを閉めて結構ぴったりのものとか着てたりしません？あ、するかもしれませんね。それ結構私も持ってるかもですよね。それとあとデニムって昔こうローライズデニムとか流行ったの覚えてませんか？ローライズってなんや。よくね、しゃがんじゃうと、あんたパンツ見えてるわよとかって言われてたやつですね。そうなんですよ。そこね、皆さんやっぱ結構ね、これちょっと高いもお金出したから捨てちゃうのもったいないなとか、これいつかまた着るかもと思ってますけれども、そのいつかはね、来ないんです。はいはいはい。やっぱりお洋服のトレンドっていうのはもう年々こう、まあ、繰り返されるって言って言われてますけれども、今年はね、またその70年代風のものがトレンドになってきてるんですね。例えばジーンズ、先ほども言いましたけれども、今はジーンズはウエスト位置がすごく高くなってます。ハイライズジーンズっていうんですけれども、だからね、今そのウエストの位置だけで、あの人昔のデニム履いてるなとか、今のデニム履いてるなって一目で分かっちゃうんですよ。
怖い怖い洋服怖いねそれそうなんです。でパーカーとかもね、昔だと本当にもうあのぴったりした感じの羽織って、まあ、ちょっと上なんか羽織っちゃえばいいかなと思ってるかもしれないんですけど、今はね結構その全部ジップ、まあ、ジップファスナーですね、ファスナーが全部ついてるものよりはこの被るタイプ、プルパーカーって言うんですけども、ここにファスナーがついていない被るタイプのものがあのトレンドです。しかも素材が普通パーカーってこうやったらスウェットとかのようなものも多いんですけれども、今ね素材がいろんな素材が出てるんですよ。だから素材によっても今っぽさっていうのがわかるんです。へえ、やっぱり全然こう年々変わってきて、ま私もこう見ているとちょっとしたこう製法のあの違いとかがあるのかなとかは分かったりはするんですけど、結構全体的に変わってるんですね。あ、そういうこうトレンドで決めていくっていうことなんですかね、断捨離。ただね、トレンドだけで決めてしまうのはやっぱり若い方の特権だと思うんですよ。やっぱりね、大切なものは長くも着たいですし、だからそういった時にやっぱり全部そういったものを捨てるんじゃなくって、これをどう着こなしてやろうとか、着こなし次第でね、それはあの生き返らせることもできます。でもやっぱりどうしてもダメなものだけ一つだけあります。女性は膝下丈のスカートは捨ててください。膝下丈のスカート、はい、あ、はい、わかりましたいやすごくね、あのやっぱりこう膝下丈ってちょっと足がねこう細く見えたりとか、なんかこういろんなことを思って捨てられないって方多いと思うんですよ。あのちょっとあと年を重ねてる方とか、いや、そういった方にこそもうロング丈のスカートをおすすめします。はい、もうロング丈のスカートは今本当にいろんな素材とか、まあ、プリーツであったり柄物であったり出てますけれども、もう例えばねちょっと春らしい、さっきのお話にもつながるんですけれども、柄物ちょっと上トップスに持っていくの恥ずかしいなと思っても、スカートとかだったら結構抵抗なく履けちゃいませんか？はい、そうかもしれません。だから春らしさを入れるためにちょっとねトップスに選ぶの恥ずかしいかな、ちょっとどうかなって思うような、あのトレンドカラーって言われるような、ちょっと今そういったものを結構スカートとかで合わせていくのも結構春らしさも出ますし、あのとりあえず長さは長いほど今風に見えると思っていただくといいかもしれませんね。わかりました。いろいろね、服選びのコツから断捨離のコツから春らしいちょっとファッションのワンポイントだか、いろいろ教えてもらいました、ありがとうございます。あ、そしてもう一つ、これはねさっきの写真を撮ってくださいっていうお話にもつながるんですけれども、写真を撮って自分のコーディネートをあの確認するってことも大事なんですけれども、もう一つポイントがあります。それは毎日写真を撮ることで、ちょっと思い返してくださいね、急いでいる時にパパッと写真見たら1個コーディネート、あ、今日これ着ちゃおうって選ぶこともできるじゃないですか。それともう一つ、あのね今春ですけれども、例えば冬の間コーディネート取りためたよっていうのを見ていただくと、次の秋冬になってそれを見返してください。そうするとシーズン中に全然着てないお洋服っていうのが必ず1着以上はあるはずです。それはもう捨てましょう。はい、さらに断捨離のコツにまとめてもらったという素晴らしいですね。こう結構こうファッション一つにしても、服選びのコツにしても、自分に合ったスタイルにしても、やっぱり奥が深いですね。そうですね、そこが楽しいとこですね。はい、ということでいろんなお話いただきました。パーソナルコーディネーター土井ゆかりさんでした。それでは最後にリスナーさんに一言だけ。はい、そうですね、じゃあ、ファッションっていうのはねやっぱり楽しいものだと思うんですよ。で、自分も楽しいし、まあ人にも自分のことをやっぱり相手を思いやって自分の
ファッションって決まってくることが大事だと思うんですね。例えば私が今日ニコさんと会うんだったら、ニコさんに会うようにしっかりとファッション、ニコさんに合うようなファッションをしていこうっていう、そういった気持ちをぜひ忘れないでいてほしいですね。だから TPO っていうのに、どんな時に誰と会うのか、そういうことを考えていくことで、ファッションは自分も自分のいる周りも幸せにできる素敵なツール、道具だと思っています。あとね、やっぱりこれは試着をどん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 してください。皆さん本当試着をめんどくさがる方いらっしゃいますけれども、お洋服を選ぶときにはどん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 試着をして、服に自分を合わせるのではなくて、自分に合う服をあなたが選んでいくことが大事です。あなたにね、きっとね、見つけてほしいなと思ってる服と、あなたが一日も早く出会う日がね、来ることを願っています。頑張って、服の選び方参考になってくれれば嬉しいです。どうもありがとうございました。パーソナルコーディネーター土井ゆかりさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、土井ゆかりさんですが、インスタグラムやっております。アットマークゆかり土井0930で検索してみてください。素敵な大人ファッションいっぱい載ってますよ。さあ、ここでニコのイベントを知らせさせていただきます。4月の24日高知市にあるカルポートというところで、歌と公演のコンサートさせていただきます。まあ、心のお話っていう形にはなるんですけれども、私の歌そして詩吟も交えながらお届けできたらいいかなと思っております。こちらですね、チャリティーコンサートなので入場無料なんですけれども、整理券の方が必要になっております。ぜひこちらのお電話番号 080-3927-0919 までご連絡ください。なんかね、ちょっとね、心が疲れた方、そしてまだまだ全然元気って言われる方も、なんか来てよかったなって思ってもらえるような公演、そして歌お届けできたらいいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは早速裏技お届けします。今日はお菓子の食べかけの袋を閉じる裏技です。さあ、早速ですねお届けするんですが、お菓子の袋の口にアルミホイルを折って覆います。で、アイロンを5秒かける。これでちゃんと袋が密閉できますよ。ぜひ試してみてね。皆さん素敵な週末送ってください。お相手はニコでした。また来週金曜日お昼1時半にお会いしましょう。バイバイ。